ははいこんにちは台風の進路ですが、はい、かなり複雑な進路をたどっていた部分もありましたそうですよね、まあこれ、ここ1週間以上、この台風6号にかなり振り回され続けてきたような状況なんですが、はい、まず現在の台風の状況をちょっと確認していきたいと思います。台風6号九州の西の西海上に進んできました で午後5時現在、ですね。中心の気圧が975ヘクトパスカル、北北西へ15キロで進んでいますで。台風を取り巻く強風域、風速15メートル以上の風が吹く可能性のある区域の中に、中国地方西部が今かかっているような状況です。 雲の様子で見ていきましょう台風の渦巻きが九州や四国を中心にかかっているような状況で四国や九州では局地的に激しい雨が降り続いているような状況ですそして台風七号の渦巻きもこちらの方に見ることができます現在の雨雲の様子を見ていきましょう四国や九州には活発な雨雲がかかり続けています広島県にも 南の方から四国を越えて雨雲が一部かかってきていますが、特にこの時間は強く降っているようなところはありません。風の状況を見てみましょう。風の方もこの時間は特に強く吹いているところはありませんが、沿岸部では時折10メートル前後の風も観測されています。今はほとんど東寄りの風ですが、明日は南寄りの風に変わってきます。では今後の台風の予想進路です。 この後も九州の西の海上北上していきまして明日の午後には朝鮮半島方面へ進む見込みですまあ広島県が暴風域に入るような心配はありませんただこの後もちょっと風と雨には注意が必要ですまず風の今後の予想を見ていきましょう 明日台風が北上してきますと風向きが南寄りに変わってきます台風に近い広島県西部では沿岸部を中心にやや風が強まりそうです明日は瞬間的には十五メートルから二十メートルくらいの風が吹く可能性がありますちょっと飛ばされやすいものなどは、ね、しっかり固定しておいていただきたいと思いますそれから明日は波も高いですからね海のレジャーはちょっと控えていただきたいなというふうに思います 今度は雨雲の様子だけ見ていきましょう。まあ、広島県全体にまとまった雨雲がかかることはないんですが、湿った空気が直接流れ込む県の西部で、局地的に同じようなところで雨が降り続く可能性があります。県の西部では局地的に大雨の恐れがありますので、明日いっぱいは雨の降り方に気をつけていただきたいと思います。そしてですね、台風7号も心配なんですね。 この後、週末にかけて南の方から北上してきまして、14日から15日ごろに東日本方面にかなり接近する可能性があります。ちょうど今、お盆期間中であちこちお出かけを予定される方も多いと思うんですが、まずこの先、明日は台風6号の影響で九州を中心にまだ、 影響が残りますそして13日以降は東海地方、関東地方、東北地方で台風の大きな影響が出る可能性がありますので、まあ、旅先の気象情報も確認していただきたいと思います。お天気をお伝えしましまた